さん、ようこそお越しくださいました。引き受けた依頼があったんですか？この依頼、皆さんお帰りなさい。この間の事件以来、いろいろと調査中です。しかしまだ殿下の行方は不明です。皆さんが見つけ出した手がかりから考えると、次の次元に行かれたようですが、その痕跡が見当たらないですね。どこに行かれたのでしょう？まず新たに発見された占領された都市へ行き、痕跡を探していただけませんか？その間、私は今後どういう風に調査するべきかを考えておきます。この依頼をお受けします。この依頼を受けてくださったのですね。調査本部のマルクさんからの依頼です。占領された都市で新たな生命体が発見されました。フライングブロブと呼ばれる生命体です。それらは普段粘液質で這い回りながら村を占領しています。そして移動する際には風船のように変身し飛び回っているのです。現在それらが占領している村はもともと人々が住んでいましたが、それらの攻撃により村を奪われたようです。まだ行動パターンが分かりません。敵対的に感じてはいるのですが、フライングブロブとの戦闘からそれらの行動パターンを調査してください。行ってみな。何かご用でしょうか？来たな。訓練が必要か？ここが調査本部だ。何か用か？あんたが本当に望むなら助けてあげてもいいぞ。不運です。何？こんなに可愛い魔女は初めてか？こいつを雇ってやる。よく来たな。訓練が必要か？Thank you.
さん、ようこそお越しくださいました。見せしよう。見よ、侍大将の実力を。私の番。の実力を。風のように動く。雨。はいはい、うちの番。では私が。風のように動く。では私が。ちょっとパラディの力は見せている。
侍大将の実力を。の実力を。私の番。うちの腕前を見せてやるぞ。今度はあたりの番だ。では私が。そんな人では感じられませんの。うちの腕前を見せてやるぞ。あの方の恵み、はい、大将の実力を。うちの腕前を見せてやるぞ。私の番。敵を排除する。見よ、侍大将の実力を。
の戦士だったのよ。悪魔と戦ってた頃を思い出すよ。邪魔だって。私の番。見せしよう。俺の剣を食らうがいい。うちの腕前を見てやるぞ。さての出番だな。うちの腕前を見せてやるぞ。
い。私の番。うちの腕前を見せてやるぞ。ほら見て、あんなところに箱が。ようこそお越しくださいました。引き受けた依頼をどうなりましたか？痕跡はありましたでしょうか？特にこれという動きはないようですね。今のところは活動をやめているかもしれません。私は皆さんがいない間、殿下の過去を調べていました。その結果、古文書の中でハインリッヒという名前を見つけました。カモンに伝わるカリオストロの予言書を覚えていますか？そのカリオストロ公爵の名前が実は仮名で、本当の名前はハインリッヒとのことです。数百年前、彼が10代の頃、霧の世界に入り込む体験をしてから予言書を書いたそうです。そしてふらりと消えてしまいました。しかも記録に残っている見た目の描写等もかなり似ているのです。だからといって同じ人物であるはずはないでしょう。人間が何百年も生きることはできませんから。同じ名前の持ち主かもしれませんし、そんなはずはないと思いますが、もしそうなら今何歳なのでしょうか？引き受けた依頼。皆さんお帰りなさい。無事に帰ってこられてよかったです。フライングブロブの行動パターンがお分かりになりましたか？なるほど、そういうパターンで行動していたのですね。考えを共有しているように見えるとのことですね。
実は他の調査隊からも似たような内容の報告がありました。フライングブロブたちはまるで軍隊のように行動していて、都市中心のハイブマインドという存在から支配されているように見えるそうです。そして大昔から宇宙をさすらっていた生命体であるそうです。思いのほか手に負えない敵かもしれません。教えていただいた内容はマルクさんにお伝えいたします。ありがとうございます。